はい、どうもこんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は予約していた商品が到着しましたので、早速紹介していきたいと思います。以前ね、こちらのメーカーさんはこの動画の方で食品をね紹介しましたが、すごくよくできていたんですよね。なので今回もかなり期待しています。それでは早速開けていきましょう。よいしょ。まずいもん入ってないかな。大丈夫かな。はい、はい、というわけで今回紹介するのはこちら、カレゴンですね。はい、以前の食品と同じようにプラモデルになってる商品ですね。で、同じような形でランナーにくっついてるんですが、名前の通りカレーと怪獣の合体なんですね。で、カレーも米もね、すごく見る限りよくできてますよね。今までもソフビの方では販売されてましたが、結構ねお高くていいお値段するんですよ。で、今回プラモデルになってだいぶお安くなったので買ってみました。それでは中ね開けて組み立てていきましょう。中を開けるとこのようなランナーが3つ入っていて、表紙のこのカレーもすごい美味しそうですよね。どうやら辛口らしいですね。で、開くとイラストになっていて、これがカレゴンですね。これあれなのかな、ジオラマみたいな感じで使えるのかもしれないね。はい、中身の台紙はこんな感じで、この台紙の中にはこんな感じで組み立てのね仕方も書いてありますので、これに従ってね組み立てていきたいと思います。それではいきますよ。せーの。はい、というわけで完成してないんですね、まだ一応ここまで作ったんですけど、これよくできてるよな。こういう爪の先までさ、色が変わっていたり、牙の部分がねちゃんと色塗り分けられてたり、口が開くんですけど、この中ねちゃんと紫で塗ってあるんですよね。すごい。で、なんでこれ途中でやめたかっていうと、ここのね接続が結構気持ちよかったので、このカレーの器ですね、これをここに、ほらこんなぴったり綺麗にはまるんだよね。これすごいよね。で、ちなみに目はここの後ろからピンセットとかでね押してあげることで、全部で4パターン、今回はねスタンダードなのにしましたけど、こんな感じでねウインクっぽいのとか笑ってるのとか、あとこんな赤い目なんかもついてるんで、この目はここの隙間に収納することができるみたいですね。これよくできてるよね、すごいな。で、最後にこのカレーの器にお米、こんな感じかな。はい、ここにお米を置いて、最後にこのカレーのルーをね、こことこれでねジョイントをくっつけてあげれば、はい、というわけでカレゴンが完成しました。はい、というわけでこれで完成、カレゴンですね。正面から見るとこんな感じで、横側完全カレーだよね。で、背面はこんな感じで、カレーが今にもこぼれ落ちそうな感じですけどね。で、反対側とまた正面ですね。可動範囲は腕が前後に動くのと、足がねこんな感じでちょこっとだけ動くのと、口の開閉ギミック、この歯の部分とかもすごくよくできてるんだよな。はい、これ確かね2000円ぐらいなんですけど、まあサイズ的にはね思ったよりはちょっと小さい感じなんですけど、出来はすごくいいですね。ちなみにお化けのアッチと比べるとこんな感じのサイズ感ですね。
あとは近くにあるのだとこの蜂蜜のクマさん、これがでかいな。あとはウサギ、これもでかいね。ドラえもんあたりがちょうどいいかな。あ、これもでかいんだ。なるほどね。そこまでだから大きいフィギュアではないですが、こんな感じのサイズ感ですね。ただ造形と塗装ともにすごいよくできてるよね。特にこの背面の華麗な感じ、これはすごいよね。こう見るとカレーのね、ほんと食品のねフィギュアみたいに見えますが、カレーとの融合のこちらはカレゴンですね。おそらくソフビだと目の交換とかもできないですし、可動の方もねソフビだとどこまでできるかわかんないんですが、やっぱりプラモならではの作りになっていて、これはこれでやっぱりいいですよね。はい、というわけで今回はこちらのねカレゴン紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。すごく可愛い上に造形がすごくしっかりしていて、ただ組み立てもそんなに難しくないので、ニッパーだけはこれね必須になりますけれども、これバンダイさんので多分ね500円ぐらいで買えるんで、ニッパー一つあれば誰でも組み立てができると思います。言うなれば食玩レベルぐらいかな。食玩のプラモデル組み立てられる人、ガチャガチャのプラモデル組み立てられる人だったら問題なく組めると思います。なのでね、気になる方ぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はここまでとさせていただきます。今後もこのようなね気になるものとかね、ミニチュアですとか、こういった気になる可愛いものですね、ありましたらどんどん紹介していきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この動画が良ければね、高評価グッドボタンの方もぜひぜひお願いいたします。概要欄の方には今までのレビューのねリストの方を貼っておきますので、良ければそちらからご覧になってみてください。というわけで今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。まったねー。